はい、そしていよいよラストの質問になりました。飛鳥先生、愛子様、いつも楽しく拝聴させていただいております。序服イコール物のべし、うん、イコールにぎはやひ、うん、イコール旧約聖書、はい、そしてはたし括弧はた川勝、うん、イコール渡来人、イコール新約聖書です、イコール新約聖書、うん、そして国譲りがあったと理解させていただいておりますが、うん、2つの権力の間に位置する蘇我氏の出自は何なのでしょうか。よろしくお願いいたしますと、うん、あのね、はい、もう僕こういう例の時いつも大体言うんだけど、蘇我の馬子は結構有名じゃないですか、はいね、あれ漢字4文字ですけど、漢文読みするとね、我よみがえり馬小屋の子ですからねだからこれはバリバリのレビです、うん、でレビっていうのは旧約聖書の時代にも新約聖書の時代にも、もっと言えば物のべしの時代にも逃げ早日の横についてたし、卑弥呼にもちゃんと兄がついてた。何を言ってるかというと、これね、宿根のことなんですよ。で、物の部の方の宿根は、うん、大和の宿根、神武系の宿根のことは竹内の宿根。宿根ってもともと宿営とか幕って意味なんで、あれはレビル族のことです。でもっと言うと、この神社にちゃんと宿根の像があるんですが、亀に乗っかってます。浦島太郎ですよ、まるで。で神武を呼び寄せたのは、うん、はい、結果的に言うとこの神社です。クナ国が攻め込んできた、それでカラスとカラスが相まって、うん、そして大和の宿根から神武の竹内の宿根伝達が行く、はい、そして一気に九州上陸、そのまま一気に統制、そして長曽根彦、まあぶっちゃけた話すると、まあこの長曽根彦の由来はちょっといろいろあるんだけれど、まあ古史古典を見る限りはやつは東日本に逃げ帰ったと。となってくると、